ちょっと上ください。こちらです。入ります。エントリーナンバー4番沼田萌香さんです。おめでとうございます。沼田萌香さん、おめでとうございます。それでは得意なもの、特技っていうのは何でしょうか。他には、私は書道が得意でして、普段からも写経をしたりとか、あとは詩とか俳句を書で表現したりすることが大好き で、夢の一つに、フランスに行って書道を子どもたちに教えるという夢がありまして、はい、その夢のために頑張ろうと思います。今回の審査の振り返って自分の中で良かったなって思うところって何だと思う。はいはい、私は真心弁当を作ってまして、でそこで真心ってしたんですけど、皆さん誰も笑ってくださらなかったのですごくなんか滑っちゃったって思って、はい、すごい心配だったんですけど、でもはい、グランプリをいただけて本当に嬉しいです。いいですか。まごころお弁当です。